皆さんこんにちは、ハットと申します。今回はですね、冬キャンプに行きたいと思います。僕のドライブ動画を見てくださっている方なら知っている方もいらっしゃるかもしれませんが、僕はねこの車でたびたびキャンプに行ったりするんですよね。ただ今までのキャンプって冬キャンプってやったことがなかったんですよ。でまあなぜかっていうと、やっぱ冬キャンプはね寒いんですよ。冬キャンプにはやっぱり防寒性の高い寝袋とかが必要なんですよね。でね、その寝袋がもう高いのマジで、いいやつになると本当に5万なんか平気で超えてくるんですよね。でね、そういう寝袋値段分の価値があるのは分かるんですけど、さすがに手が出ないっていうこともあって、これまで冬キャンをね諦めていたんですよね。ですが、まあ、今回はね冬キャンに挑戦、まあ、初挑戦と言いたいところなんですが、まあ、1回ね、この2週間前に実は1回目の冬キャンねやってきました。まあ、問題なく楽しむことがねできたんですけれども、なぜ楽しむことができたか、もちろん新しい寝袋を買ったっていうのではないんですよ。まあ、新しい何かっていうのをいくつか買ったりはしたんですけれども、まあ、かなり安く済んだんじゃないかなと思います。まあ、今ある装備を工夫して、で必要なものだけ買い足して、どうにかこうにか冬キャンを楽しんでみた、まあ、そういう動画にもなっているわけですね。まあ、そのまでの道中ね、まあ、一応ドライブ動画という形でね楽しんでいただければなと思います。で、まあ、道中のドライブ動画なんですけれども、2週間前に行った1回目の冬キャンの時の映像ですね。その時のね道中の映像がなかなかいい映像撮れてましたんで、そちらの方をメインで流していこうかなと思います。さあそんな感じでね、撮影編集どちらも頑張っていきますのでね、よかったら最後までお付き合いくださいませ。それでは行きましょう。おお、これいいね、これはいいね。そうそう、こういうのを期待してたんですよ。あらまあ、綺麗なコッテ。この辺は田んぼだか畑だかが多くて、すごいいい雪化粧を見せてくれますね。奈良県民はね、海なし県っていうこともあって、海も貴重なんですけど雪も貴重なんですよ。まあ、南の方に行けば割と積もってるのかもしれないですけど、奈良盆地は本当に雪が降らない。わあ、いいね。右側なんかは田んぼなのか分かんないですけど、すごいな、一面白。目的地付近です。お、テントが立ってますね。目的地に到着しました。案内を終了します。運転お疲れ様でした。
いやー、一通り完成。じゃあご飯でも作っていくか。よし。さて作っていきますのはね、トマトのスパイス焼きって言ったらいいのかね、まあそんな感じのやつです。さあ使いますのはもう非常に簡単です。まあまず当然トマトで、あとはね、まあオリーブオイルですね。これで味の方はですね、マキシマムスパイス、まあ、ご存知の方も多いかなと思います。最近結構有名になりましたよね。マキシマムっていうスパイスですね。お肉にかけると最高なんですけど、まあ何でも使えます。トマトとももうめちゃくちゃに合います。何かけてもうまいね。であと一応塩味の調整として醤油ですね。牡蠣醤油を使えます。朝紫の美味しいやつね。これマジでうまい。朝紫の牡蠣醤油マジでうまい。さあ材料はもうこんな感じで非常にお手軽ですね。さあまずはね、お鍋にオリーブオイルを出します。あらら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 らあらららら、らまあね大丈夫です。よし、8等分くらいにトマトを切っていくんですよ。正直こんくらいだったらまな板もいらないんで非常に楽ですよね。さあまあお鍋にこんな感じで入って、上からオリーブオイルをまあちょっと垂らしてやって、そしてあとは味の決め手ですね、マキシマム、まあ、これを適量入れると、まあ、お好きなだけ入れたらいいんじゃないかなと思いますけどね。あとまあ若干お醤油、正直あんまりいらないけどな。さあそんな感じで、あとはもう着火するだけ。最初は強火でもいいですけど、温まってきたら焦がさないように中火かとろ火くらいですかね。比較的弱い温度でじっくりとやっていくと、それが旨味の秘訣です。あとはですね、加熱していくとトマトからどん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 と水分が出てきます。それがオリーブオイルと混じり合ってすんごい美味しいスープになるんですよね。それもねまたうまい。まあ、今日は持ってきてないんですけど、バゲットなんかと合わせるとめっちゃうまいですよ。さあいい感じに できてきたよ。ちょっとね、あの猫舌なんで冷ましつつお酒をね用意していきましょう。さあまずは乾杯といきたいと思います。乾杯、いただきます。これがねうめんだわ。もうちょっと熱いかもな。ちょっと大きいわ。ちっちゃいのでいきます。あーうまい。